皆さん、こんにちは。ただいまに2023年、えー、税理士本試験に関するポイント速報を開始します。えー、こちら、財務諸評論のポイント速報になりますが、あ担当させていただきますのが、レックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、えー、まあ、記論に引き継ぎまして、代表の方も私で今日は担当させていただくというところでございます。並木先生の方がですね、 在票の直前をご担当されていた並木先生の方があ今、ちょっとね、えー、こちらに来れないので、えー、私の方で、まあ、在票のポイント速報ということで、えー、少し20分程度かな、お時間を頂戴いたしまして、お話をさせていただくというところでございます。で、まずは皆さんね、あの本試験の方、ご受験お疲れ様でございました。ああ、募金と在票、2科目同時にね、ご受験いただいたという方も多数おいでになるし、まあ、在票だけだよ。 いう方もおいでになりますがまあ2科目同時の方は特に大変だったと思いますよ。ねえ、代表単独の方が大変じゃないなんていうことは言うつもりもないんであれですけどねまあ,あとりあえず今日の段階でね1年間程度頑張ってきていただいたものを結果に出していただくとお永遠にぶつけていただくという作業を行っていただいたわけですがまあどうでしょうねあの今回の財務省評論はあいい意味で 去年と比較するとまあちょっとホッとしたああいう問題かなというふうに私は思いましたねまあ理論の部分についてはもう相も変わらずですあのー、もうね近年の理論っていうのは常日頃から私授業中にはお話ししてますけど特に論述系だよねで、ね、論述させる理論に関しましてはもう昔みたいにね決まりきったものを決まりきったように暗記だけしとけばどうにかなりますってそういう問題じゃなくなってきてますから ね、で今回なんか第二問なんかいい話じゃないですかあ設定されたお題についてこの考え方とこの考え方の相違を述べなさいみたいなでしょもうこういうことなのよだからこういう形でもう今理論の問題って変わってきてるんでね変わってきてるってことはどういうことかっていうと僕らの時代はね、えー、変な言い方ですけど理論といすなわちこういうお題が来たらこうやって答えましょうとにかくそれを覚えればよかった。 だ極端な言い方ですけど内容なんかわかんなくたってとりあえず覚えればよかったんですねだただひたすら書けよもうそれでどうにかなったのが僕らの時代もう20年以上前ですで20年以上前の本試験はそれでどうにかなりましたがもう今の座標違いますーもう見てもらって散々ね皆さん方も当然をやっていただいてお別れでしょうし今日の問題なんか見ていただいてもわかると思います当然ね全部が全部書けないというわけではないですがやはり個別の事案について 皆さん方に回答要求をしていただく問題についてですねそうねやっぱ予想だにしないようなあ論述の内容ってのも含まれてくるでしょでパッと読み取った時に書こうって思っても何を書いたらいいのか分かんないなっていうような事案も出てくるんですよでもそれはもう近年ここ10年ぐらいの財庫の傾向ですから別に突飛の話でもなんでもない 第2問なんかそれが顕著に出てるのかなポイント2番とかで会計上の合分の訂正に関する話があって、ボートブーンとかでね五分選択ちゃんとありますよ。もうこれが皆さん当然取り上ですからでその上でですね、えー、例えば説明の3番とかでね前提条件に示した例に基づいて次の E と F それぞれの場合において第5期の財票に計上する減価上に金額を答えなさいとかねまあ今回はな話でしょう。 ね題材は何になるか分かんないけど近年はこうやって理論の中に計算が入ってきたりねするようになってます。これはしっかり計算対策やっておられる皆さん方であればまあしっかり対応できたかなという気はするんだよね。だから第2問に関して言えば問いの2番の方がやっぱ全体的には取りやすい。ね。 で全体的には取りやすいんだけど逆に言うと問いの1番なんかに関してはあ自己株関連でね、まあ、こっちはでも比較的書けと言われた時に書きやすいのかなっていう気はするけどもやっぱり一般的なあ例えば自己株式について昔採用された資産説の立場であったりー今現行制度が採用する資本控除項目として取り扱う資本控除説という考え方であったり、まあ、それぞれの特性に基づいてなおかつ今回資産説として扱う場合を前提にいかなる形が取得原価になるのかってことで答えなさいと。 話になってるでしょでそういった形の質問だったりするからもう決まりきったものを決まりきったように暗記してどうこうじゃなくて、まあ、会計手続きなんかを含めてね得てきていただいた知識というものをしっかりとアウトプットしていただくとその場その場で対応していただくというのが今の理論の傾向になっちゃってますだから結局何が言いたいのってった時に今回もその中の流れは踏襲してるんでまず皆さん方が当然理論の問題においてしっかり倒しなきゃいけないのは護軍選択であったり。 ねえー、選択肢が与えられている問題については、まあ、これまで得ていただいた知識等に基づいて順次、ねまあ、全部か全部とは言わないけども対応しやすいものが多いですからあそういったところを、ね、まずしっかりと解いた上でで、ね、大事なことは、まあ、これは散々パラ私も、ね、直前期特に通学の方々には申し上げているので問題ないと思うんだけどもう理論にあんまり時間かけちゃダメです。 理論に時間かけてもダメもうね今ね理論でなんか勝てないですか理論で合格できるっていう試験じゃなくなってるうんどういうことっつった時にまあどうしてもね財務諸評論になってくると計算が嫌いだから理論を重点的にやるって人はやっぱまだ一定数おいでになるんですよでね僕は理論を勉強する一生懸命やること自体を否定してるんじゃないんです否定してるんじゃないけど もう絶対的に今日の試験なんかも顕著ですけどねもう言うまでもないでしょこれ計算がでできる人に絶対勝てないですよだって理論の問題の中だって計算話が入ってるじゃないで今日の計算って、まあ、特に簿記論と続けて受けた方は余計にそういう感覚をお持ちになったこと多いみたいですけど、まあ、何人かの受講生さんで私連絡取ってお話したんですが今日の計算相当取りやすいなっていう感覚の人が多いです。 まあ当然ね、本試験ですから、満点なんていうのは、そうそう一丁一旦出るもんじゃないですよ。で、満点なんていうのはそうそう一丁一旦出るわけじゃないけども、ただね、あのね、わかんないですよ。自分の感覚として、自分の感覚として、僕はね、常に財表の計算は目標40つってんです。で、これはもう僕のクラス、ご受験いただ、ご受講いただいた方々であったり、あとまあ、直前期のね、 当連に参加していただいた方はもう散々かぱらお聞きいただいてるんでお分かりだと思うんですけどあの僕はもう基本的に常に第3問の目標は40点以上以上でいう前提でもお伝えしてるんですが今日お話したのが3人いらっしゃるんですけどう3人の受講生さんは皆さんまあたまたまだと思うけどもあのおそらくだけど40は超えてるとおそらくね手応えとしてそうだとおいうふうにおっしゃってます。 で、40点超えってね別に珍しくないですよ材料はああだって去年の試験なんか量多くてね非常に難しかったですけどそれでも私が担当した母材横断というクラスの受講生さんねその中に40点まあうちのね予想配点出た後で、えー、自己採点を行った結果として40点超えてる人やっぱいますからそんだけ量が多くったってでね材料の計算ってやっぱいくんですよで今日は おそらく去年なんかに比べればもう間違いないですけどお点数は伸びやすいまあ当然本試験ですから要所要所でね引っかけ的なものしかあったり判断しにくかったりするものありますよありますけどもただ40というラインで考えた場合に決して不可能っていう感覚は僕の中にはないですでおそらくそれを超える層は一定層出てくるでそうするとその層っていうのは第2問のさっきの話じゃないけども問いの2番とかね え金額計算を含むような問題入ってるでしょああいうの解いてみますからね。ってことはやっぱり計算が得意な人ってそこでまず40点とか取っちゃって何問とかでも計算でまた積んできますからそうするんでやっぱね今日の試験はちょっとまた顕著になったなっていう気がするけどもまあもう計算メインでやってる人の絶対的なこれ有利さが多分露骨に出るような気がしますね私の感覚で言うと。 だからその前提で受験準備を進めていただいた方々にとっては非常に今日の試験は対応しやすかったと思います。まあ、特にあの今年ね、あのー、<laughs> 私どもの公開模試が、えー、財務省論の公開模試が、まあ、去年の前提があるんで非常に重い問題を作ったんですね。で非常に重い問題を作ったんで まあ全然できないこれっていう感覚でねこれはやばいなというふうにやっぱり受講生さん多くの方々は思われたそれぐらいやっぱりねちょっと土吉問題を作ったんですでどき問題を作ったんでまあ皆さんやっぱおできにならなかったんでそのやっぱり印象が非常に強いみたいですねそれで来るだろうっていう前提で準備されてたんであのそうなった時にやっぱりちょっとね拍子抜けではないんだけども拍子抜けしたとは言ってなかったなホッとしたっておっしゃってましたね 3人の方々共通してお話した3人の方共通して言われおっしゃったのはやっぱりほっとしたっていうふうにおっしゃってましたね。あのまあ特にみんな募気論を受けてるんで <laughs> ちょっと午前中のボキロ論が厳しかったんでね、えー、ボキロ論が厳しかったのがあったのでまあでもねしっかり切り替えをして財表、えー、の方につながった時にまあもともとね、あのー、当連なんかでも全般的に点数いい状況の方が多いですから。 あれなんですが、まあ、でもね、あのー、ちょっとホッとしたんで落ち着いて問題解けた、ね、で彼らはやっぱり点数の取り方を自分の中でも作ってますからあ理論にこだわることなくう無駄に時間かけませんので、まあ、全それが絶対いいとは言わないですけどあお一人の方に関して言えばですけど、まあ、必ず計算は70分は確保するんだ言い方変えればあ理論はかけても50分なんだって決めてる人もいますんでね。 ね、もう全然僕それでいいと思いますよ。うん、もうそれぐらいだと思います。えー、で今日の第3問であれば70本かければかなりのところまで狙えますんでねあーそれはあー合格戦術として非常に有効だと思うし今回の試験に関してはプラスに大きく働いてると思いますね。でおそらくですけど今日の第3問は、まあ、私はどうしてもあの元々が牧論の人間なので 募金の人間の感覚から言わせていただくとやっぱりまあ目標とする40っていうのはああクリアをしてほしいなというのは率直にあるただ財料だけっていう前提で捉えると十五、まあ35とか33ぐらいでも大丈夫かなっていう気はします計算でね。 33とか35でも全然いいのかなという気はします。在、ね、ただまあ母材横断っていう私が担当させていただいているクラスの方々であればやっぱりこれは1つ40っていうラインは超えてほしいかなっていう気はするしうーん十分それは狙えると思うよ。でしっかりそこでね やっぱり点数積んでいくでこれはもう全体で全体の受講生産っていう前提で言えばまあうちもまだねこれもまだ予想の配点が全部つけきれてないんで何とも言えないんですけどもう僕ざっくり本当に感覚で話してるんであれなんですがただ今日の計算ね今までの試験の傾向から言ってですよ30を大きく割ってるとちょっと厳しいと思いますよ率直に言って。 えー、今日の第3問ちょっと30点を大きく割るような話大きくって、まあ、25点に近づいちゃってるって感じですねそこまでいっちゃうとちょっと厳しいんじゃないですかと思います正直ーだってちょっとまあ予想配点つけてからじゃないと言えないでもねやっぱこれ40ねいると思うんだ普通にその時にですよ普通に考えてくださいね片や40点の人はですよ もうちょっと正42 0点以上の人がですよ4とか43がいてねで片や25点ですって話になった時にもうシンプルな話ですけどそこでもう18点開いてるんですよじゃあその18点の点差を今日の理論でひっくり返せますかって話ですよで工藤だけど理論の中に計算入ってますよ で当然第3問で42とか43取ってくる人たちは、まあ、間違いなく計算の部分については取りますからね。でじゃあそれ以外のところは全く計算やってる人ができないのと言ったらそんなことないですからね。全く自分の中の理屈みたいなものが消化できてなければ計算でできませんから。ああそうするとどこでそれひっくり返しますって話になるわけですよ。でやっぱそうなっちゃうんで計算でね ある程度やっぱり点数取るっていう,もう本来あるべき代表の形が顕著に出てると僕は思いますねただまあやっぱり本試験なんでねうーん少し舞い上がるところもあるしねうっかりミスとかあ読み取りの誤認とかもうそういう類のものはどうしても出る可能性はあるので多少失点が生じるっていうのも仕方がないかなっていう気はしますよで多少失点が生じる、まあ、役員のね えー、役員書の話なんかもあるからまあ見慣れないような話もちょっと入ってるんで少し取りづらいところもあるかなという気はするけどもうんただね僕これやっぱ結構いくと思うよ僕の感覚で言うと。 だからまあ純粋な代表の受験生さんであればまあ一般的に言われる35点とかあそのラインがまず目標としてクリアできてればいいだろうなというふうには思いますけどもちょっとやっぱりそうね30割って25前後ぐらいまでいっちゃうとちょっと厳しいかなっていう気はする僕の今の感覚で言うと。で絶対それがダメってことではないけどもうーん。 本当にざっくりした感覚ですけど今日の問題で半分っていうのはちょっとどうっていう気はしますねうん正直うーん,うーんある程度僕積んでくるような気がするようん積むだろうなあちょっとそういう前提で作業手続きは進めてもらったのはいいかなと思いますあのー、でね もキロンとこれ同じなんですけども本当に今日はロン、まあ、でやったら時間かかっちゃって財、えー、料なんかもね、まあ、今これを収録してる時点ではもうまだ予想配点とかつけた回答が出来上がってないんでだからまあ僕の所感を今お伝えするっていう形になってるんですがあのー、これに関しましてはですね私どもの考える模範回答さらには予想配点等々については まあ歴史代ホーームページの方でアップしていきますでアップしながら、えー、とちょっと時間がね建物の消防検査の関係があってちょっと今回少し遅くなっちゃったんですけど8月19日かなあこれ検証会ありますで検証会の段階でまでにはもう時間もありますんでね、えー、全体の問題の精査をし直してで予想配点もまあチェックし直して、まあ、その上で過去の傾向に基づくボーダーラインはお伝えをしようと。 いうふうふに思ってますでこの検証会に関しましては Zoom 等での、えー、同時配信をやっていきますから YouTube かな、まあ、いずれにしても水道橋本校っていうところでやりますんであのー、まあお時間お都ご都合の合う方はね、えー、水道橋本校の方に来ていただければ、まあ、紙ベースのおーそういった模範解答おーボーダーライン等も付したものをお配りすることもできますし。 さすがにね、遠隔地の方もおいでになるでしょうし、ご予定ある方もいらっしゃるでしょうから、まあ、そういった方々は、ズーム等、YouTube かな、まあ、同時配信もやりますし、あの後から見ていただくことも、アーカイブとして残しますんで、後からチェックしていただくこともできるようになってます。で、そちらで確定的な、私どもレッグが考える確定的な情報というのは、お伝えをしようと思ってますからあ、そういったものをね、随時チェックをしながら、まあ、今後の一つのね、判断の目安にしていただくといいんじゃないかと思います。 当然皆さんこの後ねまあ牧論代表の後には、えー、税法ですね控えておられる方々も多いですからまあそういったものをどういう時期にどういうふうに勉強を進めていたかってことをやっぱり決めていかなきゃいけないんでねだからあーちょっとご自分の置かれてる状況であったりとかあ振り返りをした上でね じゃあ9月から次のクールに向けて何をしようかということをやっぱり考えていかないといけないのでまあそれの一つのね判断シーンとして、えー、そういった検証会なんかをお使いいただければいいんじゃないかというふうに思いますでまあ少し取り留めのないような話になってしまって恐縮なんですけども、まあ、繰り返しますがあーホームページ等でですね回答等は出来上がった段階でなるべく早めにアップしますんでまあそちらでチェック等していただくとよろしいんではないか いいう,うに思います、まあ、あとはね募金の時にもちょっと申し訳なたんですけど、まあ、何にしても今日、まあ、今日で、えー、これまでやってきていただいたものが一つ区切りになりましたんであのいろんな思いはあるとは思うけどもね、えー、まあここまで一生懸命やれたことは誇りに思ってくださいよっていうのは僕さっきも募金でも言ったで皆さんにもお伝えします。自信を持ってくだって考えてあのー、皆さん また、ね、全体の受験状況なんかは国税庁がいずれ自己的にデータアップしますけどね申し込み人数に対して受けくる人ってじゃあどれぐらいいんのって言った時に90%とか95%ーいないですよ多くの人たちが受験手続き取ったって受けこないんです、ねまあ、多くの人たちって言ったらだけど、ね、年によって違うけど大きい時の方が2割ぐらい普通に来ませんからねでもっと嫌ですよ税理士の勉強を始めて受験手続きを取る4月ぐらいまで 続かない人っていっぱいいますからねいっぱいいますよで、これは本来いない方のがいいんです私ども予備校もそれをなくすためにね皆さんに継続して勉強していただけるようにまあ、それなりに努力はしてるんですけど私どもの努力の足んないっていう問題もあるのかもしれないけども残念ながら税理士の勉強を始めていただいてね受験手続きを取る時期まで勉強は続かない方は相当いらっしゃいます相当いらっしゃいます半分ってことはないけどもそれなりの数いるんです でなおかつその中でも試験会場に来るのはまた減るんですよ。で皆さんは少なくともその中には入ったんです。これだけだって大変なことなのよ。だってそうでしょ。1年前のことを思ってくださいよ。仕事しながらこんだけきつい勉強をねやれただけでもすごいと思わない。だって普通の世の中の人はそんなことしてないですよ。仕事終わったら趣味に当てたり。ね。まあ全部が全部それがダメとは言わないけどもね。 皆さんの場合変な言い方かもしんないけどね別に誰にどうこう言われて勉強してるわけじゃないじゃないですか自発的に自分の将来のことを考えて勉強してるわけでしょねお仕事して疲れて眠い目をこすって勉強してねもう少しやりたかったことって気持ちはあるかもしんないけどそれを続けて本試験を受けるとこでやれただけだって大変なことだよだってそれができなくてやめちゃう人世の中いっぱいいるんだからそうでしょまずここまでやれたことは自分の中で起こりに思えばいいでその上でね もう少しやりたかったもう少し時間欲しかったっていうのがあるんだったらそれは来年の税法につなげればいいじゃないですか。もちろん財表やった時にねああこういうふうにあの時思ったよなだったらちょっとそれを税法では少しでも減らすようにできるように、まあ、仕事も忙しいけど少しそれをね過去の苦い経験を生かしてじゃちょっともう少し普段の勉強時間を何とか確保するように頑張ってみようとか。い せっかくここで得た経験があるんだから来年以降それ生かせばいいじゃないですかでしょでそれっていうのはやっぱここまで頑張れた人しか得られない特権なんですよ途中でやめちゃえばそれすらないんだからそうでしょだからここまで来れただけでも大変なことよあのこれは別におべっかで言ってるわけでも何でもないです僕は本当に思いますよ大変だって普通の人仕事しただけでヘトヘトですよその後に勉強するんですよ 勉強が大好きで楽しくてしょうがないってい人も中にいるかもしれないけどそんな人はそんなに世の中多くないと思うんですよで嫌いとは言わないけどもやっぱ辛いな眠いな休みたいなあるに決まってますよ人間ですからでもその中でも何とかこなしてここまでやれたんだからそれは自信持っていいじゃないですかだからあいろんな思いあるかもしれないけどね別に後悔はああすることはない後悔として捉えちゃダメ改善点として見ればいい 改善点として捉えるべきところは捉えればいいけどもやれたことに対してはまずご自分の中で誇りを持ってください。ね、変にヒゲする必要はない。まず頑張れたんだから本試験受けるところまでやれたんだから、ね、それは自信持っていいですよ。世の中やりきれなかった人いっぱいいるんだから。ね、でその上で後悔じゃなくて改善点。ね、あと1週間惜しかったあと1ヶ月惜しかったじゃあなんでそういうふうに思ったのもう少し早めに問題演習やっとけばよかった。 それは来年以降の改善点じゃない。税法やるためにも絶対必要なんだから。そうでしょでそういうふうに思えばいいの。ね、だから変に落ち込む必要なんかない。ですかああ、ちゃんとここまでやれたんだから、ね。とりあえず今の段階で自分でやれることはやったんだから。ね、あ自信持っていい。ね、で自信持って、まああ、まずはね、本当にもう疲れも溜まってる時期ですから。 で最近ほんと暑いからね、えー、試験終わると気が抜けるんで本当に病気になりがちなんでね毎年多いんですよ受講生さん試験終わった後の体調崩す方ねでそういうのもやっぱ多いですからあのまずはね、えー、3日でも4日でもいいですとにかくゆっくりしてくださいねでしっかり体の疲れをね抜いてねもう体調万全に整えるねでその後とに、まあ、できればね えー、さっき簿記論でも言ったんですけどまあ財表だったら財表今日やった問題一回見直した方がいいですよ全部解き切れなんで言ってないそうじゃなくてあ,あこういう問題こういう風うに解いたけどこういうところをやっぱりね、えー、少し解き方として工夫すればよかったなとかねやればいいんですよそれは別に来年財表受けるためとかなんとかじゃないですよ終わったから関係ないわけじゃないでしょ企業会計の知識が土台になっていい当然ですけど企業税ね 法人税法をはじめとするようないわゆる企業課税対象されるようなものっていうのは構築されてるわけですから土台の形成には全くもってね無駄になることなんかないですからやっとけばいいじゃないで,でさらにそこをしっかり見直した上で検証会等をご参加いただければね、えー、また改善点なんかも見えてくるかもしれないしね、えー、少しそういった形で過ごしましょう。 ね、はいということでございまして、えー、今日のポイント速報はおしまいですちょっと取り留めのない話になってしまって申し訳ないけどねまあ,あことですから極力早めにね模範解答とアップできるようにはしていきますんでちょっとまだこの後も残ってやりますんで私たち <laughs>、ね、あのー、皆さんまあ早めにね今日は休んでいただいてまあまあご覧いただくのは次の日ですからですけどね、まあ、しばらく本当にもうとりあえず疲れをねまずしっかり抜くと。 ね、えー、体調を回復するということに重きを置いてお過ごしいただければと思います、はい、以上申しまして今日のポイント速報はおしまいです皆さんあー1年間ね本当によく頑張ってくれましたねえー、まずはあー体調を崩すことのないようにねしっかりとね疲れを抜くように、えー、これから23日ゆっくり過ごしてください、はい、以上で今日の講義は終了です皆さんお疲れ様でございました